マギです。 UX お兄さんです。前回はネバ村にこう来た理由をお話しさせていただいたんですけど、ちょっとその中で出たおじいちゃんおばあちゃんの話をもう少しさせてもらいたいなというふうに思ってます。でこの不便なネバ村、コンビニが30分、駅が1時間みたいなところで生きているおじいちゃんおばあちゃんっていうのが、もうこう漫画に出てくるようなおじいちゃんおばあちゃんがたくさんいるんですよね。例えば、初めて木を切ったのが4歳で、幼少期年間300日山の中にこもってた、ノウサギを取ってたみたいなおじいちゃんがいたりとか、今でも70歳の釣りの名人は年間1日で100匹アユを取るみたいな、釣りの名人の方がいらっしゃったりですね、猟友会の会長はゴッドファーザーに出てくるようなこうこわもてのおじさんでいたりとかですね、もうあらゆるものを摂取をして生きているみたいな人とかもいらっしゃるんですけど、なんかそういうふうにこう70代80代とかになっても元気で生き生きと生きているおじいちゃんおばあちゃんがたくさんいるんですよね。ですごい活力だなと思って、なんでなんだろうなっていうのをこう聞いてると、やっぱりこう今そういうことができていることのそれだけでの幸せみたいなものをかみしめてるんですよね。きっとこう小さい時っていうのはやっぱり不便で、物もなく食べるものも限られている中で、本当にこう何をやるっていうその選択肢がなくて、それよりもやらなければいけないことにこう日々追われてたと思うんですよね。で加えて決して裕福じゃなかった中で、もうどこのおじいちゃんおばあちゃん聞いても、やっぱりおじいちゃんの その時の彼女らのおじいちゃんの、手伝いに行ってたっていうところで、こう山にですね、こう二宮銀次郎スタイルでこう担いで、こう薪を背負って山を何往復したとか、炭作りで山の中にこうずっとこもって生きていたとか、そういう中でこう生計を立てて生きていた、ある種こう自分で選択するってこともない中で生きていた中で、ようやくこう手にした少しのこう自由というところの中をこう謳歌して生きているおじいちゃんおばあちゃんたちなのかなというふうに思ってます。なのでもう働いているだけでも嬉しいし、何か自分で選んでできている、きっとこう畑も自分の野菜を考えてそれで作って生きている、そのことだけでもこう幸せなんだろうなっていうふうに見てて思います。1回目の回でもお話しさせてもらったんですけど、樽を知るっていうことかなというふうに思っている中で、なんか僕はこの一連からやっぱり思うことっていうのは、こうちゃんと不便を知るっていうことってものすごく大事なんじゃないのかなというふうに思っていて、今この時代に生きている中で僕の持っている選択肢とおじいちゃんおばあちゃんが持っている選択肢って今の中では別に変わらない。みんなネットを使えるし、みんな同じ商店で買ってるけど、でもその一つの選ぶ行為に対して感じられる幸福度っていうものはきっとおじいちゃんおばあちゃんの方がよっぽど高いし、そういう意味では1秒1秒を大切にすることとか、1円1円を大切にすることとか、人とのつながりを大切にするとか、そういうことっていうのはやっぱそれがなかった時代を体感して、その時代で長く生きてきたからこその今のそのおじいちゃんおばあちゃんたちのそういうものをありがたく思う力っていうものがあるのかなというふうに思っています。なので僕はこのおじいちゃんおばあちゃんたちがまだこう現役でバリバリ生きている時に、この人たちと一緒に触れ合いながら生きることこそが、なんか自分の生きる力を伸ばす、力にもきっかけにもなるのかなというふうに思ってますし、もしこう今日こういう話を聞いて地域とかネバ村とかに興味持ってくださった方とかがいらっしゃれば、なんかそういう時にただ綺麗な景色とかそういうところだけ見るのではなくて、そういうところに根付いて生きている人たちの生き方とか知恵とか文化っていうところにも目を向けてほしいなと思います。ではありがとうございました。